この記事をまとめると、レクサスがブランド初となる BEV 専用モデルの RZ を発売。新コンセプトのシームレス E モーションによる快感あるスタイリングで加速感と躍動感を表現。最初に発売される500台は特別なカラーコーディネートのファーストエディションとなる。レクサスの BEV 専用モデルの第1弾。 2005年にハイブリッドの RX400H を発売して以来、ラグジュアリーカーにおける電動化の先駆者として市場を牽引してきたレクサス。そんなレクサスからブランド初の BEV 専用モデルとなる RZ が発売された。なお、最初に発売される500台は特別使用者のファーストエディションとなる。 レクサス RZ は、レクサスらしい感性に訴えかける走りとデザインを体現した BEV であり、今後のレクサスブランドの変革の起点となるモデルとなっている。エクステリアデザインは、BEV の機能的な進化や空力性能の向上を目指した。シームレス E モーションというコンセプトの塊感あるスタイリングで、 BEV ならではのシームレスな加速感とトルクフルな躍動感を表現する。エンジン冷却用のラジエーターを必要としない BEV の特徴を最大限に活かしたフロントデザインは従来の同ブランドのスタイリングから大きく進化を果たしており新たなコンセプトであるスピンドルボディという快感あるフォルムとすることでレクサスの独自性を表現する。 サイドはフロントフェンダーのタイヤを後方に引っ張ったようなラインを造形することで車両を牽引する力強さを表現またリアタイヤを強調する立体的なリアフェンダーの造形により四輪駆動システムダイレクトフォーによる躍動感ある走りを表現するリアはシンプルな水平基調のデザインで 張り出したタイヤを強調する造形を組み合わせることで BEV のトルクフルな走りを支えるたくましいスタンスが際立つデザインとなっている特徴的なルーフスポイラーはスポイラーサイド部の形状が発生する空気力を抑えることで安定感ある走りをサポートするインテリアは カウルからドアへと連続感あるシルエットに低く配置したインパネを組み込んだ開放的な空間、ウルトラスウェードを施したドアトリムオーナメントやシート、木目調のコンソールアッパーパネルなどにより、上質感を演出する。コックピットは、人間中心の思想を進化させた新デザイン、タズナコンセプトに基づいたもので、ステアリングスイッチとヘッドアップディスプレイを高度に連携。 視線移動や煩雑なスイッチ操作をすることなく、運転に集中しながらナビやドライブモードセレクトなど様々な機能制御を可能とした。センターディスプレイには大型のタッチディスプレイを採用し、多くの機能をディスプレイ内のソフトスイッチに集約、レイアウトや表示情報などにも細部まで関わっており、 直感的な操作ができる最適な配置と形状を追求している。ステアリング機構にはソフトバイワイヤーを採用するとともに、センターコンソールにダイヤルコントロールを配置し、ワンアクションでスマートなシフト操作の実現と、シンプルなコックピットデザインを実現しているのも見逃せない。センターコンソールの前方には置くだけ充電トレイを設置し、 インパネに充電用 USB コネクターを2個、通信用 USB コネクターを1個設定したほか、センターコンソール後部にも充電用コネクター2個とアクセサリーコンセント、HDMI 端子を設定し、乗員の利便性向上が図られている。後席の居住空間はロングホイールベースによって、 1000mm のカップルディスタンスを確保したゆとりあるもの。後方にピーピークを持たせたキャビンシルエットにより、圧迫感のないヘッドクリアランスが実現されており、さらにパノラマルーフ仕様では、さらなる開放感と前後への抜けの良さを引き立てる。ラゲッジルームは通常状態で5 2 2 l 後席を倒さずとも9.5インチゴルフバッグなら3個。スーツケースなら 110L と 97L を1つずつ積み込むことが可能だ。デッキサイドにはアクセサリーコンセントも設置されており、幅広いシーンでの活躍が見込める。細部へのこだわりでレクサスらしい走りとおもてなしを実現。レクサス初の BEV モデルである RZ は、 プラットフォームも BEV 専用の E-TNGA を採用。車両フロア下へのバッテリー搭載による低重心、低換性モーメント。という運動性能の素性に優れた特徴を活かして、操縦安定性と乗り心地を高い次元で両立した。これまでの HEV 技術を活用した BEV システムは、 総電力7 1 4キロワットアワーのバッテリーによる約4 9 4トルの航続可能距離とレクサスならではの走り味を意味するレクサスドライビングシグナチュアーを両立フロントモーターは最高出力1 5 0ット2 0 4馬力最大トルク 266nm リアモーターは最高出力8 0ット1 0 9馬力 最大トルク 169nm となり、運転状況や路面の状態に応じて前後の駆動力を、コントロールする四輪駆動システム、ダイレクト4と組み合わせられることで、ドライバーの操作に対して素直に反応する乗り味を実現している。サスペンションは、フロントにマクファーソンストラット、リアにトレーリングアームを採用し、 路面入力の周波数に応じて伸び側ストロークの減衰力を変化させ、乗り心地を損なうことなく高い操縦安定性を、提供する周波数官能アブソーバー f r b 2をレクサスとして初めて取り入れた、光合成ボディと優れたプラットフォームの特徴を最大限引き出し、スムーズなソーダフィールとリニアな応答性、 そうだ、加速に対する自然な姿勢変化バネ上の動きの緻密なコントロールによって、レクサスドライビングシグナチュアーの体現に寄与している。静粛性に対する取り組みも万全。床下バッテリーに遮音壁としての機能を持たせたほか、フード開口の全周にシールを設定することで、フード周りのノイズを除去するなど、静粛性が追求されている。 安全運転支援機能は最新のレクサスセーフティシステムを採用しており、プロアクティブドライビングアシストやプリクラッシュセーフティレーダークルーズコントロール、全車速追従機能付き、レーンディパチャーアラート、レーントレーシングアシストなどが安心で安全なドライブに貢献してくれる。また、高度運転支援技術の レクサスチームメイトも搭載しており、あとハンストトライフ、渋滞時支援、あとハンスト博、リモート機能付きなども利用可能だ。レクサス RZ は通常モデル 450E バージョン L が880万円、特別使用者 450E ファーストエディションが940万円。なお、500台が発売されるファーストエディションは、 専用の配色を施したバイトーンのボディカラー2種類の設定をはじめ、専用ブラック塗装ホイール、ステアリングホイールへの専用インジ、センターコンソールの専用プレート、オラージュとブラックによる専用インテリアカラーなど、通常モデルとは異なる特別感のあるカラーコーディネートが施されいる。ブランド初となる BEV 専用モデルの RZ の登場は、 デクサスが本格的な電動化へと歩みを進めたことを意味している。デクサスの電動化への変革がこの RZ から始まる。